じゃあ消防団って知ってます？消防団、いや、わからないですね、何か。じゃあ入ろう。入れるんですか、僕は。いや、もう入れるし、はい、でもやることわかんないよね。わかんないですよ、不安ですよ、そんなの。不安ですよね、はい、じゃあ入ろう。じゃあ入るんですか、うん、内山消防団団長の武田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千種消防署の方から入団希望ということで、はい、聞いて連絡させていただいたんですけども、はい、一度ちょっとお会いして面接したいと思うんですが、はい、おはようございます。バス先ほど電話したタイって言います。お願いします。どうも、こちらこそよろしくお願いします。入団届、はい、ちょっと書いてもらおうかな、はい、その前にちょっと面接さ、はい、してもらおうかなと思いますね、はいはい、消防団の入団資格は消防団の活動区域に居住または勤務通学している18歳以上65歳未満の心身ともに健康な方となります。当内山消防団は1年間に月に1回ぐらいのペースで訓練とか広報活動だとかいろんなものがあるんですけど、月に1回ぐらいはなんとか出てこれそうかな。大丈夫です。消防団の活動は災害対応はもちろんのこと、自分たちの訓練や地域住民に対する防火防災意識の普及活動も行っています。またこれらの活動には手当が支給されます。入団届を書いてもらいます。消防団というのは普段はこれといって、訓練をしたり、町の人に、いろんなことを教えたりですね、する集団なんですけども、南海トラフだとか、はい、まあ火事の延焼、すごく何件も火事が起きたりですね、はい、そういう時に消防署の方のお手伝いを進んでやる、はい、集団なので、はい、細く長くね、はい、やってもらいたいなと思います、はい、今日、まあ、少し面接させていただいたんですが、はい、合格ということで、はいはい、ぜひ、内山消防団で活躍していただけるように思ってます、はい、こちらこそお願いします。よろしく、はい、お願いします。消防団員になると活動服などが支給されます。かっこいいですね。気をつけ頭、中治れ、整列、休め、おはようございます。おはようございます。新団員さんが一人入ってまいりました。紹介します。タイ君、タイです。今日お願いします。今日一日、皆さんいろいろな、訓練、ございますが、よろしくお願いいたします。以上。気をつけ。いや、緊張してます。何やったらいいかわからないので不安なんで、まあ、先輩方に聞いてやっていこうと思います。どうこの日の訓練には消防団が所有している可搬式消防ポンプと消防用ホースを使った放水訓練が行われました。放水はかなり勢いがあり、支えるのが大変そうです。すっごい水鉄砲やった。あれ当たったらめちゃくちゃ痛いと思います。次は公園などに置かれている可搬式消防ポンプの点検です。火災や震災などの災害時に使用するので日々の点検が欠かせません。
終了とします。以上、気をつけ柱中直れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。その他にも夜間に地域を回って防火の呼びかけを行います。火の用心マッチ一本火事のもと。団長の方にお話をお伺いしました。通常25人いるんですけども、内山消防団は、23人しかおりません、はい、うちは比較的若い方に助けてもらってるんですけども、今後のですね、世代を背負っていっていただく意味で若い子に入っていただきたいなと思っております。消防の手伝いをして訓練をすることによって、実際現場が、火事や災害が来た時に出動できるので、日頃の訓練を必ずやってることが災害救助につながるのかなと思いました。こんにちは、名古屋市大学生消防団団長の板倉です。愛知薬分団に所属していて経済学部の3年生です。私は災害時、災害が起きたら1人を助けるために、多大な労力だったり時間がかかると思うんですけど、予防であればそんなことはなく、1人が何百人何千人と簡単に予防を呼びかけることができるので、そういった活動をしたいと思って消防団活動を始めました。私たちは大学で行った避難訓練では3500人の学生に、災害時どうやったら助かるか避難するかっていうのを、実際に私たちが避難する映像を流して、それでこうやって避難するんだよっていう風に活動しています。小学生に寄付することがあったんですけど、その時に最初は楽しい楽しいで参加してくれてたんですけど、最後はありがとうとかためになったよとか言ってもらえると、とても私たちはやりがいがあって、あ、やってよかったなっていう風に思いました。これからはその小学生はもちろんなんですけど、高齢者の方、また若い会社員の方々にもですね、消防団員になってもらえるように、消防団の良さ、楽しさ、やりがいを伝えて、啓発活動なり募集活動を行えたらいいなと思ってます。名古屋市の学生消防団としてブースを構えていますが、その中で代表してくださった方々に出すのに無料で消防団のオリジナルのプレゼントを用意しております。まあ、本当に難しく考えず、細く長く、消防団活動をしていただければなと思います。まず、気軽に一度消防団に入団してみてはいかがでしょうか。お近くの消防署まで問い合わせをしてください。待ってます。